こんにちは。大阪府森口市の総合生態サロンブリスの竹谷です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、頸椎ヘルニア、頸椎症、および、まあ、その他、強いね、症状でもそうなんですけれども、姿勢矯正では治りません。ということでね、お話しさせていただきたいと思います。これはどういうことかということですね、皆さんよくある勘違いなんですけれども、頸椎ヘルニア、頸椎症になってしまった。まあ、あるいは、腰痛とかね、他の、症状でもいいです。背中が痛いとか、首が痛いとかでもいいんですけども、これはやっぱり姿勢が悪いからこういうふうになってしまったんじゃないかと。だから、姿勢を気をつけるように、姿勢矯正に行けば治るんじゃないかと、いうふうにね、考えはる人がおるんですね。これは、正しいことであり、間違いであるということになります。というのはですね、頸椎ヘルニア、頸椎症とかですね、症状がある間、痛みがある間というのは、やっぱり姿勢よりも、あくまでも自分自身が一番楽な姿勢で過ごすっていうのを、こちらでは指導をさせていただいてます。例えばですね、頸椎ヘルニア、頸椎症で首が痛い、手のしびれがあるっていう方は、基本的にはですね、ちょっと横向きます。こう、下向いてる方が楽なんですよね。で、その人が、姿勢が悪いからこうなってる、症状があるんやと、姿勢気をつけるとこうしたらって、自分でですね、姿勢を良くしようと思ったら、よりですね、首の痛みが出てきたりとか、手のしびれが強くなったりすることがあります。で、同じようにですね、例えば、腰が痛いっていう人が腰が曲がってるからやということで、ぐっと伸ばして、こうやって、姿勢を良くしようってやろうとします。で、これはこれですね、やっぱりね、余計に痛みが強くなることがあるんですね。例えば、ぎっくり腰の時に、姿勢を良くしろっていうのが不可能ですよね。ですので、頸椎ヘルニア、頸椎症、まあ、その他ですね、まあ、例えば、強い痛みといえばぎっくり腰っていうのと同じようにですね、ご自身が一番楽な姿勢で過ごしていただくっていうのを、当院ではね、お話しさせても、指導させてもらっています。それでですね、かといってですね、ほんといつまでもそうしとったらいいんかというと、やっぱりそうじゃないですよね。姿勢を良くするのは、症状が治ってから、ということなんですね。つまり、頸椎ヘルニア、頸椎症の症状が治ったら、今後は、その再発を予防のために姿勢を気をつけましょう。例えば、ぎっくり腰にしてもそうです。ぎっくり腰でめちゃくちゃ痛い時にね、姿勢気をつけると、それはね、やっぱり違うと思うんですね。ぎっくり腰の痛みがなくなってから、ぎっくり腰が起きないように姿勢を気をつける。というのがね、やっぱり正しい順番やと思うんですね。ですので、こういうふうなことを考えた場合ですね、痛みがあるからということで、頸椎ヘルニア、頸椎症がある、ぎっくり腰があって、これら全て、姿勢、自分の姿勢が悪いからやと思って、姿勢矯正に行くのは、これは違うということをね、理由を分かっていただいたと思うんですね。で、現実ですね、これいったお話を何でするかというと、皆さんそういう勘違いをされて、姿勢矯正に行きはるんですよね。で、結局治らへんって打ち来はるんですけども、それはもう当たり前の話で、まあ今までのお話の通りなんですよね。で、かといって、ほんなら、症状がなくなったら、姿勢矯正に通ったらいいんかとなると、これもね、一長一短があると思うんですよね。まあ確かにそれは間違いではないと思います。今回に関してはですね。ただですね、大概、これ大概なんですけれども、症状がなくなったらですね、みんな姿勢気をつけようとする人いないんですよね。忘れちゃいます。大概そうです。ぎっくり腰でめっちゃ痛かったのに、さあもうやっぱりもう痛くない生活がいいわーって言うて、症状がなくなったら姿勢気をつけようということ忘れちゃいます。っていうことでですね、本当は何のために姿勢矯正あんねんっていうことで、まあそれを言っちゃうとね、元も子もなくなっちゃうんで、そこまでは言わないです。姿勢を気をつけたいからっていうことで、姿勢をアドバイスしてもらうために行っていく、姿勢矯正をしてもらうっていうことはね、これは全然いいことやと思います。ですのでね、繰り返しになっちゃうんですけれども、症状がある間はっていうのは、姿勢を気をつけようっていうのは、やっぱり違うと思うし、姿勢矯正に至って、これはやっぱりなかなか治るもんじゃない。あくまでもその症状、施術者側もですね、その頸椎ヘルニアを治そうとしてやるわけじゃないじゃないですか。あくまでも姿勢を良くしてあげようと思ってやるわけじゃないですか。でも、
行く本人は、頚椎症、頚椎ヘリアの症状を治してほしいと思って行くわけでしょ。ならやっぱりもう全然、その目的が違ってますよね。ですからその点だけぜひ気をつけていただきたいということで、今回お話しさせていただきました。それで以上となりますけれども、ぜひですね、最近ね、登録者数と言えてない、登録者数が増えてきてとても嬉しく思います。ぜひですね、登録、チャンネル登録とですね、グッドボタンの方お願いいたします。ありがとうございます。失礼します。